青天井ルールとは、マージャンの点数計算におけるルールの一つで、特殊な計算方式によって、数両点の算出を行うルールのこと、青天井と略される。マージャンにおける通常の点数計算では、万画に達した時点で、機械的な計算を打ち切り、半数に応じてそれぞれ右表のように、固定的な点数を当てはめていく。この方式を漫画打ち切りというが、 これに対し青天井ルールでは点数が万願以上になっても万願打ち切りをせず万願以上でも計算式通りに得点を算出する。すなわち一半上がるごとに点数がどこまでも倍々になっていく。右表で言うなら30不一半はここで960点、切り上げて1000点である。一半増えるごとに切り上げ前の点数が2倍になってゆき。 通常の計算方式では、という風うになる。これが、青天井ルールでは後半30符で満眼打ち切りにならず、という風うになっていく。数量点の計算式は、通常の点数計算における、計算式と同じである。すなわち、これに、半トフを当てはめて計算し、算出された数値の10の位の波数を切り上げれば、その数量の数量点。 支払いの算出は完了である。70不15半までの点数早見表は、青天井ルールにおける点数早見表にまとめた。16半以上の数量や80不以上の数量が出た場合は、上の計算式に負と半を当てはめて計算すればよい。計算式には指数が含まれているので、算出される数量点も当然のことながら指数急数的に増加していく。 場合によっては、パッと見て何桁あるかわからないような、天文学的数字になることもある。次節で、実際の計算例をいくつか挙げて例称する。東一極、西家、リーチ一発で、論数量東一極、あずまや、リーチをかけて、つもドラドラの最大枚数に例示されている手を、青天井計算南一極、南家、リーチをかけた。 つもりよの暗号の場合役満の点数については、取り決めが分かれる。国士無双は不計算の仕様がないので固定点に、するしかないが、無理やり符を定めるなら、7と1に習って、論、つもに関わらず25符とするか、あるいは30符とするのが妥当である。いずれにせよ、統一的なルールが定められているわけではないので、細木やレアケースの処理は、ゲーム開始前の取り決め次第である。 固定点の近似値については、親の1500万点に最も近いのは40不14半の1572万8700点。この1000万点に最も近いのは同じく40不14半の1048万5800点である。とはいえ、同じ14半でも30不や50不になると、それぞれ数百万単位で点数に幅が出る。機械計算方式にすると、 どのような役万であれほとんどのケースで固定点を大きく上回るが、場合によっては例外的に固定点を下回ることもある。例えば、数条約が大見本だけだった場合、40不十三半で524万2900点、親786万4400点である。細木やレアケースの処理を取り決め次第とするなら、固定点方式と、 機械計算方式を併用し、高点法の原則にのっとって、高得点になる方を数両点とするのも一つの方法である。ISBN 表示はいずれも各作品の第一巻。ありがとうございます。